償いの言え小野さんは元来霊的なものが全く見えない人間だったというその体質のまま20年近く生きてきたそうだがある出来事があってからというものしばしばそういうものを見るようになり今では恐怖体験の数を数えるのに両手の指が必要な程度には見える人間になっているいや 見えない人が見える人になるきっかけってのは、本当、突然やってくるもんだよ。これは、そう口にした小野さんがまだ高校生の頃の話だそうだ。小野さんの家の近所に、一軒の廃屋があった。元は駄菓子屋だったそうだが、彼が生まれた頃にはすでに廃屋となって久しかったようだ。彼が親御さんから聞いたところによると、 その駄菓子屋は昔子供たちの定番のたまり場だったということである。昔かたぎのなかなか豪気なおばあさんが経営していて、普段は優しいし明るいけれどダメなことをしたらとことん叱る、そんな人だったらしい。私は店に来る子供はみんな自分の孫だと思っとる。が口癖で、子供たちからは鬼婆ばと恐れられつつもそれこそ第二の祖母のように親しまれており、 小野さんの母親もしばしば店に足を運んではおばあさんに遊んでもらったり面白い話を聞かせてもらったりしていたということだしかし残念ながらおばあさんはみんなのおばあちゃんとして親しまれたまま往生することはできなかったことの発端は万引きを捕まえたことだったという女の子も多く来るお店だったので子供向けのアクセサリーなんかも置いていたのだが ある日おばあさんは品物の数が合わないことに気づいたもしや万引きされたのかと疑う彼女のところに数人の女子グループがやってきてまるちゃんがネックレスを盗んでやったって自慢してたと告げ口をしたそうだ激怒したおばあさんは後日店にやってきた当該児童を捕まえて劣化のごとく怒鳴りつけたらしい本当の孫のように子供たちを可愛がっていた分 裏切られた悲しみや怒りも大きかったというのももちろんあったのだろうしかし素直に認めて謝っていたらきっとあの人は許していたと思うというのが小野さんの母の弁だった九段の女の子は怒り狂うおばあさんの前で泣きながらこう言ったというのだ「取ってない私じゃない」と少女の訴えはまさに火に油で おばあさんは彼女の学校に電話をかけ担任教師と校長を呼び出したそして泣きじゃくる女の子を呼び出した2人の前で散々にメンバし「お前たちの教育はどうなってるんだ」とまくしたてたのだという最終的には親まで呼んで「二度とうちの店に来るな」と言い渡してようやくおばあさんの月光は収まったのだがこれだけ大ごとにされて隣り散らかされた女の子にとっては むしろそこからが始まりだった。親に泣かれ先生には問題児扱いで呼び出されクラスメートや同級生それどころか下級生からも犯罪者呼ばわりされて自分の言い分は誰にも聞いてもらえないとてもではないがそれは小さな子供に耐えられる責めくではなかったのだろう女の子は数日後、 学校近くの歩道橋から道路に飛び降りて亡くなってしまったのだそうだその頃には荒れ狂うような怒りも冷めていたおばあさんは苦弾の知らせを聞いて大きなショックを受けたというけれどあれだけ怒鳴って罵ってしまった以上今更言い過ぎたとも言えなかったのかおばあさんは誰かにその話を振られるたびにあんな悪たれは死んで当然 死んで逃げるなんて卑怯などと悪態をついていたしかしある日彼女は自分がとんでもない過ちを犯してしまったのだと知ることになったその日店に親子連れがやってきた険しい顔の両親に挟まれて真ん中には泣き晴らした見覚えある顔それはあの日万引きの犯人を告げ口した女子グループの中の一人だった 実は、すまなそうな顔をしてその子の母親が口にした言葉はおばあさんにとって信じられないものであった実はあの万引きは自殺した○○ちゃんではなくてうちの娘がやったみたいで顔が可愛いい子だったから同性からかなり妬まれてたみたいなんだよねだから万引きの罪を着せようとしてみんなで一芝居売ったらしいんだよ 母が胸くそ悪そうにそう言ったのを小野さんはよく覚えているそうである世の常と言うべきかそれからおばあさんは無実の女の子を死に追いやった鬼ばばとしてこれでもかとバッシングを浴びたそうだ孫のように可愛がってきた子供たちに人殺しと呼ばれ店に石を投げ込まれもともと歯に気抜きせないおばあさんの言動を好ましく思っていなかった親たちからも抗議の電話をされ 学校には問題のある人のお店だから行かないようにとお達しを出され挙句の果てには話を聞きつけたグレンタイモドキのヤンキー集団に店を荒らされてすっかりおばあさんは心身ともに参ってしまった騒ぎを聞いて遠方からやってきたおばあさんの姉だか妹だかが首を吊って死んでいるおばあさんの遺体を発見してみんなのおばあちゃん太ろうとした老人の夢はひっそりとついえた。 ここうすることでししか償えません。お許しください、みたいな遺書があったらしくてねそんな場所だからあそこには肝試し目的の不良すら近づかないんだよあんたも変なこと考えるんじゃないよ罰が当たるから母は小野さんにそう言ったがしかしその時にはもうすでにその駄菓子屋廃墟で肝試しをすることは確定していた当時小野さんは高校3年生 進学なり就職なり進路もあらかた決まりあとは何も考えずに遊ぶだけの時期だった不法侵入でしょっぴかれて進路が台無しになる危ない綱渡りだったものの学生というのはバカなもので当時はその辺のことは一切気にしていなかったそうだ人死にの逸話があって自分たちの行動範囲の内側にあっていざという時は走って逃げればどうにかなりそうな手ごろな心霊スポット 段の駄菓子や廃墟はあらゆる意味でうってつけの場所だったのである小野さんが仲間に母から聞いた曰くを伝えると皆よし来たとばかりに大盛り上がりあれよあれよと日取りが決まって肝試しの当日はすぐにやってきたやっぱ夜だと雰囲気あるなどう板垣なんか感じるか感じる感じる 今そこでババアが手招きしてる絶対嘘や今のは絶対嘘や向かったのは小野さん含めて5人程度の頭数でその中に板垣という男がいたそうだこの板垣は常日頃から霊感があると自称しており実際彼と一緒に写真を撮ると誰かの手や足が消えてしまったり無風の野外で撮ってたにもかかわらず写真がオーブだらけになったりと 不可思議なことがよく起こったらしいそれでも皆板垣の霊感については半信半疑だったそうだが肝試しするからには専門家はいないとなということで板垣を誘う流れになり彼も喜んでその誘いに乗ってきた彼が来るまでの経緯はざっとそんなところだったというまた板垣は気のいいお調子者で一緒にいると場が自然と盛り上がるからというのもあったようだ しかしその板垣は廃墟の中に入るや否やぱったりと静かになってしまったという小野さんたちはしばらく「うわマジで駄菓子屋じゃん昔のおもちゃとかそのまま残ってるすげえな」などと恐怖というよりかは感心しながら辺りを探索していたのだが奇妙に静かな板垣に気づいた一人が彼にどうしたのかと問いを投げかけたそうだすると板垣は やや険しい表情で、何か変な音しねさっきからずっと音うんなんかこうギシギシみたいな音板垣のその発言でどこか浮かれていた小野さんたちの空気がさっと冷えたギシギシその擬音はいやなしに 首吊りの3文字を連想させるものだったからだその音どっから聞こえてるの俺何も聞こえないんだけど多分奥の方だと思う奥駄菓子屋としての空間ではなく自死したおばあさんの家としての空間そこからギシギシという異音がする 板垣の言葉は若者たちの背筋を寒からしめるに十分なものだったがしかし怖いもの知らずな人間というのはいるもので「よしじゃあもっと奥まで行ってみようぜ」グループの元締めだった田中という男がおじけづくどころか危機として前に進み始めたというのだ「おいおいもともと幽霊見に来たんだろう俺たちババアの顔を拝みに行こうぜ」 肝試しは別に幽霊を見るためにやるわけじゃないだろうとか思いながらもしかしその勢いに押される形で小野さんたちはしぶしぶ奥へと進むことにしたそうだただ葉っぱをかけた田中が先頭を切ってズンズン進んでくれているので恐怖心はそこまででもなかったらしいのだがあ声を出して一人が足を止めたそして小野さんも それと全く同じタイミングで足を止めたという「い今聞こえた」っていうか今も聞こえてる「うわなんだよこれ気持ち悪い」ギシ「ギシ、ギシギシ、ギシそんな音が確かに小野さんたちの耳たぶをたたいたいやたたき始めたというべきか。 その音は思っていたよりもひどく耳障りで、必要で、聞き漏らすなんてことはまずありえないようなそれだった。なぜ、こんなに大きな音がさっきまでは聞こえなかったのか。その疑問は小野さんたちにとても大きな不安をもたらしたが、そんなことはお構いなしに田中はずんずん進んでいく。お前ら、マジで何か聞こえてんの。俺は相変わらず何も聞こえねえんだけど。 不服そうな彼の質問に答える余力はなかったこんな音こっちだって聞きたくないそんな不平をこぼす余裕すら大きな恐怖とまがまがしい不安の前に飲み込まれていたのである疑死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 音は次第に近づいてくるやがて「お」と声を上げて 田中が足を止めました。ここっぽくね自殺現場うわのんきに言う田中とは対照的に板垣は顔をしかめて心底嫌そうな声を出したそうだそして小野さん自身もまた彼と同じ表情をしていたはずだという「義式義式」未だ止まないその音は 確かに目の前の部屋の中から鳴っていた基板で蜘蛛の巣が張った襖、おそらくは寝室であったのだろうその部屋の中で過去に忌まわしいことがあったそのことはもう考えるまでもなく明らかだったいやダメだわこここの部屋だけは絶対やばいわ肝試し自体には乗り気だった板垣が 今は顔を青くしてかぶりを振っている田中に負けずを取らず怖いもの知らずな彼がこうまで怯えているその事実が目の前の部屋を暴こうとすることのまずさを裏付けていたけれど今に至っても全く聞こえない感じ取れない田中にはすべて馬の耳に念仏だったようでお邪魔しますそう言いながら田中は襖を開け放った その、の次瞬間である小野さんも板垣もその他の仲間も田中も全員ほとんど一斉に絶叫しながらキビスを返して走り出したそうだああやばい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 ってあれはマジでやばい廃墟の中は道が狭く 譲り合わないと押らまんじゅう状態になってしまうのだったが、そんなことを構いなしに小野さんたちは我先にと出口を目指した。とにかく1分1秒でも早く、誰よりも遠く、あの寝室から離れたかったからだ。寝室の中にあったのは予想通りの光景だったという。天井からぶら下がった老婆が左右にブランブランと揺れている。 振り子のようなその動きに伴ってあの耳障りな音がギシ、ギシと響いている目はうつろに白濁していて口はポカリと開かれたまま一生忘れられないだろうと確信するに足るおぞましいそれを全員が確かに見たのだそうだその後のことは正直よく覚えていないんだよねと小野さんは言う 無我夢中で駄菓子屋を飛び出して気づけば田中の家に転がり込んでいたしばらく皆田中の部屋でずんと沈んでいたのだがしかし時間が経つにつれてあの恐怖も薄れていったというそしていつしか狙い通りヤバい体験ができたという喜びが勝るようになっていったらしい「いやヤバかったな幽霊って本当にいるんだな」 あのばあさんの顔しばらく忘れられねえわなんせ板垣以外は霊感のない人間ばかり当然そういう奇怪な体験をした覚えもなかった体験した瞬間と直後は無論怖かったのだろうが喉元すぎればなんとやら小野さんも含めて皆戦勝会のような雰囲気になっていたそうだがその中で唯一 霊感持ちの板垣だけがずっと顔を青くしたまま震えていたそうだ。お前もそろそろ元気出せって、あんなの日常茶飯事で見えてんだろう。お前ら、本当にあの部屋の中見たのか。からかい混じりの励ましに、しかし板垣は青い顔のままこう返したそうだ。見たよ。だから全員走って逃げたんだろうが。ババアだけか。 は続く板垣の言葉にその場は真と静まり返ったという「お前らもしかしてババアだけしか見えなかったのか」え「えいやババアだけだろ」「誰かがそう言うと板垣は首を横に振ったそして声を震わせながら言ったそうだ」「ババアの首吊り見ながらさ」 ゲゲラゲラ笑って拍手してただろ体育座りした女の子が小野さんたちはそれを見ていない気づかなかったのか見えなかったのかそこのところを確かめるすべもない霊感の強い板垣でさえ襖を開けるまではその拍手の音には全く気がつかなかったそうだあんな薄気味悪いもん見たことねえよ二度と肝試しなんてしねえわ その廃墟は今もそこにあるという。取り壊さないのか取り壊せないのかまではわからないそうだ。